今井直也は、日本の計算官僚、内閣官房参与、三菱重工業顧問、日本機械輸出組合ブラッセル事務所所長、資源エネルギー庁資源、燃料部政策課課長、経済産業省大臣官房総務課課長、経済産業省貿易経済協力局審議官、資源エネルギー庁次長、内閣総理大臣秘書官兼内閣、総理大臣補佐官などを歴任した。 通商産業省や経済産業省において、主として産業政策、エネルギー畑を歩んだ。福島第一原子力発電所事故以後は、関西電力大井発電所再稼働に道筋をつけるなど、原発再稼働に尽力したことで知られている。第一次、安倍内閣の下で、内閣官房に出向し事務担当の内閣、総理大臣秘書官を務め、 その後は、経済産業省の本省にて、大臣官房総務課課長や、貿易経済協力局審議官を経て、外局の資源エネルギー庁で次長に就任するなど、要職を歴任した。安倍晋三に壊れ、第二次安倍内閣の発足とともに、政務担当の内閣総理大臣秘書官に就任している。第三次安倍第一次改造内閣が掲げた、一億、 総活躍社会というスローガンを発案したことでも知られている。第四次安倍第二次改造内閣より政策企画の総括担当の内閣総理大臣補佐官を兼務。菅内閣発足後は内閣官房参与に就任。栃木県生まれ、勤務医の父の下で栃木県宇都宮市にて育った。栃木県立宇都宮高等学校を卒業後、上京して 東京大学に進学し、法学部にて学んだ。1981年10月、国家公務員採用上級試験に合格。1982年、東京大学を卒業。同年4月、通商産業省に入省した。通商産業省においては、主として産業政策、エネルギーを所管する職務に就くことが多かった。 2001年の中央省庁再編後は、経済産業省にて勤務した。2003年、日本機械輸出組合にて、ブラッセル事務所の所長に就任したため、ベルギーのブリュッセル首都圏地域に渡った。その後、経済産業省の外局である資源エネルギー庁において、資源燃料部の政策課で課長に就任した。第一次、安倍内閣の発足に伴い、 内閣官房に出向し、内閣総理大臣秘書官となった。この時、内閣総理大臣であった安倍晋三の地具を得た。第一次、安倍改造内閣が退陣すると、経済産業省に戻った。2008年12月、大臣官房にて、いわゆる官房参加庁の一つである総務課の課長に就任した。 また、政策審議室の室長にも併任された。その後、貿易経済協力局の審議官などを務め、2011年6月には、審議官としての職務を続けながら資源エネルギー庁の次長に就任した。福島第一原子力発電所事故を受け関連二次、改造内閣が脱原発を模索する中、原子力発電所の再稼働を目指し奔走した。 関西電力大井発電所再稼働をめぐっては、戦国吉と斎藤強志ら官第二次改造内閣や野田内閣の政権幹部を説得するだけでなく、加田幸子、橋本徹ら地方公共団体の主張に直談判して解き伏せるなど、再稼働への道筋をつけた。これらの活動から、経産省に今やりと評されるようになり、同期入省の草壁聡志、島田隆史と共に、 計算サンバガラスと称された。2012年の第二次、安倍内閣の発足に伴い、安倍晋三に壊れ政務担当の内閣、総理大臣秘書官に就任した。なお、独立行政法人である経済、産業研究所において、コンサルティングフェローを務めていたが、2013年6月30日に退任した。2016年の伊勢島サミットの際には、 消費税増税の延期理由を国内にアピールするために提起された世界は今リーマンショック級のリスクにさらされているというペーパーを主導して作成したとされる2019年の第4次安倍第2次改造内閣の発足に伴い政策企画の総括担当の内閣総理大臣補佐官を兼務2020年菅義偉内閣が発足し 内閣総理大臣補佐官兼秘書官を退任。内閣官房参与に就任。2021年、三菱重工業顧問に就任。顧問移植に際し、三菱重工業からは、個別の食卓契約については公表していないと説明がなされたため、詳細な就任時期は不明。おじの今井義恵は、白山三郎の小説、官僚たちの夏で、 主人公と対立する官僚、玉木のモデルとしても知られており、商工官僚を経て、通商産業省で事務次官を務めた。また、同じくおじで、公益財団法人日本国際フォーラム代表理事の今井隆は、新日本製鉄の社長を経て、経済団体連合会の会長を務めた人物。現在は他に、一般社団法人日本原子力産業協会理事。 蝶の職についている。これらの経緯から、直也は、当初より、長田町や霞ヶ関界隈で、サラブレッド氏されてきたという。また今井教えの妻は、山崎種子の娘であり、安倍晋三夫人である、安倍昭恵のおばが、山崎種子の三男に嫁いでいるため、今井家と安倍家は、遠籍にあたる。ありがとうございます。